雨で今日も自転車に乗れない。ならばウォーキングをしようと、なぜかこの間筑波山へ行ってしまった。それはウォーキングではなく登山だ。雨の中。今回は正真正銘のウォーキング。サイクリングができない日はウォーキングで決まりだ。雨の中ウォーキングしてる人なんかいないね、めったにね。誰もやらないから好きなんだよね。誰かやってるとやる意欲を失っちゃうけどね。そんな風に生きてたらそんな風になっちゃった。変なばあさまと結婚させられて、変な仕事にありついて、変な子供が4人もできて、はい、4人の男の子を産んだばあさまです。これ2番目、これは4番目。大変な思いをしちゃったよ、本当に。なんで彼岸花ってこんな不思議な格好してんだろうな。すごい雨の中だよ、本当に。こんな物好きないね。あ、でも遠くに物好き他にもいる。やっぱりいるんだ、こういう、そういう人が。どうも暇なんだ。行っちゃったよ。リタイアか。今の人、脇道に降りてったら理由分かったよ。ここ水たまりすごい。お部屋、長靴じゃないと無理だよこれ。準備いいね。雨でも雪でもキャンプしてきた技術だね。折り返し地点を過ぎて帰るよ。子供を自立させるとこんなにも身が軽いのか。驚くほどだ。子供の人生は本人のものでしょう。自立を果たしたら僕は子供の生き方に口を出さない。子供は親の所有物ではないさ。子供たち、お父さんのように下手くそでいい。思いっきり生きろ。